はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女、7月7日ですね、アップデート放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ昨日の、7月6日かなの20時にアップデート情報が更新されましたので、まあそちらの方やっていきたいと思います。ということで、前々からお知らせしていた、高感度システムですねの、まあ続報というか、まあ明日から始まるので、まあその情報の紹介からいきましょう。じゃあまずはこのスライドから出していこうかな。はい、ということでこちらですね。7月7日火曜日に新システム高感度システムがいよいよ実装。システム第1弾で登場するのは紹介、学信、コーソンさん、両夫の4名です。少女の好感度をアップさせて夢の生活を送りましょうということです。ということで、現在、学信ですね、コーソンさん、紹介、両夫ですね、まあこの4人が来ていますので、まあ順に、紹介していきましょう。まずは学信からいきましょうね。本当に私なんかでいいのですか、ということで、普段控えめな彼女だが、あなたからの言葉に恥ずかしそうにそっとうなずいたということです。これはね、ツイッターのお知らせを見てるんですが、まあ一応セリフはここにありますね。そして次いきましょう。次がコーソンさんですね。こうかな、もうすぐ一生の願いが叶うなんて思いもしなかったわ、ということで、彼女の明るい笑顔がいつも以上に輝きを増したということですね。ここにセリフあります。はい、次行きましょう。次は紹介ですね。紹介、あったあった。あなたとの出会いも一緒に乗り越えた戦いも全部私の大切な思い出です。彼女は思い出を振り返り、あなたと一緒に新たな世界への一歩を踏み出せる喜びに心を躍らせたということですね。ちょっと噛みましたけど、セリフこっちあります。はい、次行きましょう。両夫ですね。最後は両夫。私のような人にあなたから愛される資格などあるのかなと、どこか影のある表情の彼女があなたからの言葉に希望を見出したということですね。ということで、まず、新システムで来る4人の副賞ですねはこちらになりました。うん、これはやっぱ持ってないとダメってことだよね。所持していないとダメってことみたいですね。みんなはこの4人の中で誰がタイプですかね。個人的にこのちょっとお茶目気のあるコーソンさん、僕好きなんですけど、うん、みんな可愛いですよね。うん、こんな感じでみんな来るのかな、順々に。いいですね、期待しちゃいますね。ということで、まあこの結婚システムについて、長く説明させていただきます。まあ運営の方からね、告知があるので、放置少女好感度システムについて。皆様、いつも放置少女をプレイいただきありがとうございます。放置少女の開発進捗などを皆様に共有させていただく放置少女情報局です。今回皆様に紹介したいのは、まもなく実装する好感度システムです。詳しい内容は下記にて紹介ということで、ロビーの方に、まあ、上がっていますので、まあ、あの文字で見たい人はロビーを見てください。ここではね、まあ、僕の読みだけでやっていきます。新しいバージョンでは一部の副賞の好感度システム及び好感度ストーリーを実装する予定です。解放条件が、首相がレベル50に達すると好感度システムが解放されますと。副賞の、今回の条件をクリアし、開口の条件をクリアし、開口の場所に行けば城造りの画面にて当該副賞の好感度ストーリーを解放させることが可能になり、副賞から好感度がアップしますということで、まあ城造りの画面から行くみたいですね。うん、なのでアップデートが来たら、まあ城造りの方行きましょう。で、まずは、プロポーズというものがあるらしいですね。副賞の好感度ストーリーをすべて進み終えると、思想の好感度ショップから獲得した特殊アイテムで当該副賞の指輪と交換し、彼女と、結婚式を行うことができます。これは何て言うんだろうな、虚婚式かな、うん、を行うことができますと。なので、まずなんか、あの各副賞によってストーリーがあるみたいですね。で、これの、そのストーリーをすべて読み終えると、思想の好感度ショップ、まあ今思想って装備するだけの画面なんですけど、まああとは思想を手に入れるやつかな、
うん、そこに、まあ、ショップというものが追加されるみたいです。でそこで、その副将の指輪と交換して、虚婚式というものを挙げることができるみたいですね。で虚婚式が完了すると当該副将の指輪の思想欄が解放ということは、思想のところに指輪欄というのが増えて、まあ、装備とは別にね、思想に指輪というものが増えて、まあ、6枠なのが7枠になって、そこに装備できるという感じなのかな。で、その指輪を装備すると当該副将の一部のステータスがアップすると同時に虚婚アイコンを獲得、アイコンを獲得ということは、今、まあ、リョフだったら今画面に出ている、やつがアイコンにすることができるってことかな。となると、まあ、これ嬉しいですよね。うん。で、遠征というものがあります。かっこ結婚って書いてありますね。すでに、虚婚した副将とは遠征することができます。思想の交換とショップから獲得した特殊アイテムで当該副将の羽嫁衣装と交換し、彼女と遠征式を行いましょう。遠征式を完了すると当該副将の花嫁ライブ 2D 形態と花嫁衣装の思想欄が解放され、永久的に花嫁衣装を装備できるようになります。花嫁衣装を装備すると当該副将の一部ステータスがアップすると同時に遠征アイコンを獲得し、副将の遠征スキルも解放されます。憧れの少女とロマンティックな出会い、手をつないで彼女の永遠の愛を誓いましょうということですね。まあ注意、詳細は更新後お手元の端末にてご確認お願いしますということですね。まあこの遠征というのが、思想の好感度ショップから特殊アイテムで、花嫁衣装、今度指輪じゃなくて花嫁衣装っていうものがあるらしいですね。交換して彼女と遠征式を行いますと。で、遠征式を完了すると花嫁ライブ 2D ですね。あの今副将だけかなになってるんですけど、そのライブ 2D っていうのができるみたいです。まあよりモデルがリアルになるというところですね。そして花嫁衣装の思想欄が解放されますということで、指輪入れて7つだったのが今度なんだっけ、花嫁衣装を入れて8つになるってことかな。うん。で、その花嫁衣装を装備すると今度遠征アイコンを獲得できますと。そして一部のステータスがアップしますということで、またあのステータスアップがありますので、これぜひ手に入れたいとこですよね。そして遠征スキルも解放されますということで、まあパッシブスキルみたいなもんなのかな、まあ専属武器についてるっていうイメージで今のところはいいと思います。うん。まあ、今日の12時にまあ分かるので、まあ、そんな先の話ではないですが、まあ、これは来たらチェックしてみましょうということで、またまた強化できる、アイテム装備かな、まあ思想なんですが、まあ、増えてしまいますと。まあ、これがですね、僕の、あれなんですけど、僕の予想なんですけど、予想というか、まあまあ可能性として、まあ、例えば両夫をリョフとプロポーズして遠征式まで行ったとしたら、他の副将ってできるのかなと。うん。まあもちろんあの日本のね、ルールというか法律だと、まあ基本的に一人じゃないですか。これが一夫多妻制になるのか、まあこれ一人選ぶってなるのかっていうところですよね、問題はね。僕個人的には一人派なんですよ。これなぜかというと、プレイヤー一人一人の個性が出るじゃないですか。うん、全員が全員できてしまうと、まあそれは課金できる人がね、強くなってしまうシステムなので、まあ課金者にはまあそれはそれでいいのかもしれないですけど、まあお金をよりつぎ込まなきゃいけなくなってしまうっていうところもあり、僕的には、まあ例えば呂布を育てていて、まあ呂布が一番強いから呂布と遠征しますと。うん。で、呂布と遠征すると他の副将は遠征できませんと。まあ、ただその後、まあ強い副将が来てリョフからまあ乗り換えるって言っちゃ変ですけど、リョフより育てる副将ができてしまうと。うん。ってなるとやっぱりそっちと遠征したくなりますよね。ってなると、まあリョフと離婚する形を一回取って、まあ指輪花嫁衣装没収されますが、した後にまあ次の副将、まあ新しく取った副将で呂布より育ってしまった副将っていうのをまた遠征し直すという形の方が、僕的にはそのプレイヤーの個性というのがやっぱり出るのでいいと思うんですよね。まあこれは人によりけりだと思うんですけど、まあこれはね、まあ12時以降チェックしましょう。
まあ、これはまたあの別の動画で、高感度システム専用の動画を作ろうと思いますので、まあ、それを、まあ、見ていただけると嬉しいかなと思います。はい、ということで、まあ、ここまでが新システムについてでしたということで、まあ、ここからはいつも通りの、アップデート情報になっていきます。まずはこちらですね。新しい新アバターということで UR 新アバター登場、夏夜の怪談、龍鳳ですね。まあ龍風とも読むみたいなんですけど、まあこれは読み方が人によって違うみたいですね。うん、なのでまあ調べたところ、まあこれはどっちもいけるみたいなので、まあとりあえず今は龍鳳にしときましょうか。はい、ということで、拘束された手が無意識に演奏、夏夜の怪談龍鳳はあなたと共に、突如の悲しい歌を聴くということで、まあ夏ですね。夏といえば怪談ということで、ちょっと怪談に集中できるかなみたいな衣装してますけど、こう骨ですよね。まあ骨をイメージした衣装なんでしょうけど、痛そうだな。うん。こっちが龍鳳の UR アバターということで、今画面出しますね。はい、ということで、まあこちら SSR 龍鳳になるんですが、どんなスキルになるのか予想しましょうと言いたいとこなんですが、このスキル見てもらったら分かると思います。短すぎると。あのめちゃめちゃシンプル。うん、まあ唯一違いがあるのがこの 50% の確率で、敵の有益状態を1つ解除するっていうスキル1ですね。ここだけなので、どんな強化をされてくるのかが全く予想できません。逆に言うと、運営さんの加減によってはめちゃくちゃ強いスキルにもなるし、めちゃめちゃ弱いスキルにもなると、うん、いったところですね。上限の幅がすごい広い状態となっています。で、まあ僕も少し前の動画かな、あのぶっ壊れを予想した動画があったと思うんですけど、まあその動画内でも少し喋った通り、このアクティブスキルの説明がすごい少ない副将って将来的にむちゃくちゃぶっ壊れる可能性あるんですよ。うん、ただむちゃくちゃ弱い可能性もあります。なのでむちゃくちゃ弱いかむちゃくちゃ強いか、まあその間になるかっていう幅がめちゃくちゃ広いんですよね。ただぶっ壊れる可能性ももちろんありますよというお話を、その動画でしました。まあ龍鳳はまあもちろんそれに当てはまりますね。ただパッシブがこれ命中打ちと HP 吸収なんですよね。まあ、ここがね、ちょっと痛いところ。まあ、専属武器がどうなってるかちょっとわからないですけど、防御力と防御貫通か。ちょっと微妙なのかな、パッシブがね。っていうところで、でもまあ、スキル1、2がどういう風に進化を遂げていくのかっていうのは楽しみではありますよね。はい、ということで、新 UR アバターやってきますので、ぜひお楽しみにと。そして、まあ、UR アバターということで、副将解説の方はありません。はい、ということで、次行きましょう。次も再販のお話なんですけど、これだけね、あった、告知がね、どっか行っちゃってるんですよね。星の魔法使いということで、魔法使いといえば、今のところ一人しかいないのかな。魔法使い、こちらですね。星の魔法使い、周相、やってきます。信じる心こそあなたの魔法よ。星の魔法使い周相は星空からあなたのそばへと飛んできた。期間が7月7日火曜日12時から7月13日月曜日23時59分となっています。これ龍鳳の方も同じですかね。期間が、一緒ですね。同じ期間となっております。はい、ということで、星の魔法使い周相ちょっと見ていきましょうか。星の契約を結び魔法少女になった周相は世界を守る役目を果たしている。しかしある日彼女は気づいた。そっと魔法の杖を振るだけで壊滅的な物理ダメージが時々発生する。やはり魔法少女は危険な職業だねということですね。魔法で奇跡を起こすには代償が必要なのよということで、基本的に魔法使いかっこ物理です、この方はね。はい、ということで、周相はね、職の陣営となっています。まあ、周ってイメージだと、やっぱ周遊とかのイメージが強いから5かなと思うんですけど、まあ、どうやら職の、陣営の方みたいですね。そして専属武器見ていきましょう。まずは混沌セットから。体力で、プラスレベル ×140、攻撃力プラス 14%、防御力がプラスレベル ×160 となっています。
そして深淵セットの方が体力レベル ×200、 攻撃力 17%、 防御力レベル ×200 ということで、体力と防御力、まあこれ武器についての大きいですね。うん、そしてパッシブスキル、攻撃力が 44%、 防御貫通が900、最大 HP が 44%、 自分の HP 吸収が 16%、 HP 最大回復率が 3%、 13% ってすごいな、3% ですね、失礼しました。今記事がレベル ×300 ということで、うん、この最大回復率 3% あるのは大きいですね。あと今基地も意外と、このキャラには合うかもしれません。 HP 吸収がちょっと違うかなって感じですけど、まあ貫通はありがたいですね。で防御力体力あって、まあまあパッシブスキルにはまあまあある程度しっかりしたものがついてるかなというところですね。うん、そしてアクティブスキル見ていきましょう。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 820% の物理ダメージを与える。攻撃する前、敵の残り HP パーセンテージが自分より低かった場合、ダメージが倍になる。攻撃した後3ターンの間、自分自身が援護状態に入り、受けるダメージが 60% 減少し、ダメージ反射が 120% 増加するということで、攻撃もできる援護って感じですね。まあ猛核とかの、攻撃もできますよバージョンって感じなのかな、イメージ的に。うん、まあただ筋力パッシブがないので、まあどうしても攻撃力は低くなってしまうんですけど、まあ倍率は高いよというところですね。うん、で敵4名に 820% の攻撃、範囲攻撃ですね。で、敵の残り HP パーセンテージが自分より低かった場合、ダメージが倍になると、まあ、ダメージ倍がついているので、まあ、ここは大きいですね。うん、で体力のパッシブがあるので HP は超えやすいと思います。で、これまあ HP というよりは HP パーセンテージなので、うん、まあ 100%っていう計算になるんですけど、まあ、HP が多ければ大きいほど同じダメージを食らった時のパーセンテージの減り方っていうのは少なくなっていくので、 HP 多い方がお得というか、まあ、HP 相手より高くなる確率が、パーセンテージが高くなる確率が高いよということですね。でダメージ倍を持っているっていうのがまあ強みですね。そして援護状態に入って受けるダメージが 60%、 ダメージ反射が 120% ですね。あと3ターンっていうのがちょっとミソで、3ターンっていうことは最後の通常攻撃、4ターン目の通常攻撃の時は援護消えちゃってるんですよね。まあ、ここがちょっと痛いかなというところですね。そしてアクティブスキル2が、自分に最大 HP の 20% を回復すると同時に敵4体に 820% から、1640% の物理ダメージを与える。自分自身の残り HP パーセンテージが高いほどダメージが高くなる。攻撃する前、敵の残り HP パーセンテージが自分より低かった場合はダメージが倍になる。攻撃した後 100% の確率で2ターンの間敵を流血状態にさせるということで、まあこの子援護持ってて流血持ってるっていう感じですね。うん、いいバフとデバフ持ってますね。あの子に近いのかな、テーフに近いのかな。うん、ということで、まあまず最大 HP の 20% を無条件で回復ということで、まあこれありがたいですね。うん、倍率は低いものの、無条件の 20% っていうのは結構優秀です。まあ、猛核とかはね、80% ぐらいだったかな。なので、猛核はすごい回復するんですけど、まあ、それに比べるとビビたるもんなんですが、まあ、十分回復してくれるでしょう。そして、しかも攻撃もしますもんね。同時に敵4名に 820% から 1640%。倍率も非常に高いです。最低引いたとしても 820% なので、まあ、これは強いんじゃないかな。で、自分自身の残り HP パーセンテージが高いほどダメージが高くなるので、かなりいいですよね。うん、援護と噛み合ってると思います。そして攻撃する前、敵の残り HP パーセンテージが自分より低かった場合、うん、ダメージが倍になるということで、敵の残り HP パーセンテージが自分より低かったなので、まあ、こっちが高ければダメージが倍になるということで、またダメージ倍が入ってるんですよ。やっぱり筋力値がないけど、まあ、ダメージはやっぱそこそこ出るのかなというところですね。で攻撃した後 100% の確率で2ターンの間敵を流血、まあこれは、対人だと優秀なデバフとなっていますね。うん、ということで、やっぱり輝くのは対人コンテンツとなりますね。うん、まあ援護っていうのがそもそも対人でかなり力を発揮するものなの で流血もそうですよね。対人ですごく力を発揮するデバフとなってて、まあ NPC 戦ではあんまり活躍できない、バフとデバフとなっているので、やっぱり対人で光るのかなってなりますね。ただ NPC 相手でも、倍率がすごい高いスキルなので、かなり活躍の幅は広いと思います。
はい、ということで、魔法使い、シュウソウですね、やってきますということで、次行きましょう。ラッキースターが、更新されます。ラッキースターイベント再開、トウタク、伏施皇后、龍禅が一斉に登場、少女たちと一緒に歴史に名を刻めということで、期間が7月7日火曜日12時から7月13日月曜日23時59分となっています。はい、ということで、ラッキースター更新されますので、持ってない副賞を確定、取っておきましょう。そして、栄華銀月がちょっと違うアイテムがあるんですよね。今回そこだけ読みましょうか。好感度システムを実装させていただきます。お得ギフトパックを時間限定内に購入することができますということで、縁結びパックっていうのがあります。これ何かわかんないですけど、縁結びパック大で元宝が3000と縁結びのお守り30。この縁結びのお守りってのが何使うのかちょっとわからないですね。もしかしたら出会いみたいな感じなのかな、ちょっとわかんないですけど、これの、縁結びパック賞っていうのもあって、元宝1500、縁結びお守りが15手に入ります。で、縁結びのお守りは好感度ショップで使用可能、使用するとガチャが1回引けるだと。どうやら好感度ショップっていうのは、ガチャらしいですね。ちょっと嫌な予感がしてきました。はい、ということで次行きましょう。百花美人ですね。百花美人。はい、ということで百花美人ですね。現在、宗神がいるところですね。そこのガチャが、更新されまして、今回の限定ガチャに女皇が登場、獲得した新章交換券は他の副賞の絆に交換できるよと。期間が7月7日火曜日12時から7月14日、火曜日9時59分となっています。この女皇ですね、女皇は優秀な SSR だけでソロ奥義っていうのを持ってるので、これ女皇優先でいいかな。宗神は後回しでもいいかもしれません。宗神は簡単な奥義があるので、それはそれでいいんですけど、どっちも持ってない場合は女皇優先がいいですねっていうところですね。はい、ということで今回はこんなもんなのかなということで、今回大型アップデートになります。好感度システムっていうのが新しいの実装されますので、そこを楽しみにしていきましょう。あと今回メンテに入るのが少し早いです。なのでそこ気をつけてもらいたいですね。でまずおさらいしていきましょう。ここからいきましょうか。今好感度システムのお話をしたので、ガキシン、コーソンさん、紹介、リョフト、この4人やってまいります。持ってる人はどんな感じで進めていくのかっていうのをすぐ見れるわけですよね。僕ちょっとどれも持ってないのかなそんな気がします。なのでちょっと持ってる人から話聞きながらちょっとまとめて、また、個別に動画にしたいと思います。そしてこれですね、 UR 新アバター、リュウホウの、UR アバターですね。こちらも来ますので、ぜひ楽しみにしておきましょう。そしてあとは魔法使い周宗ですね。こちらやってきますよと。これ再販枠ですね。ということで、こんだけガチャが更新されます。今回は好感度システムですかね、一番楽しみなのは。どんな形でやってくるか、ちょっとね、ガチャが一回引けるっていうね、この一文で僕は衝撃を受けてるんですけど、なんか嫌な予感がしますよね。はい、ということで、嫌な予感がしますが、本日7月7日の12時ですね。楽しみに待っておきましょう。はい、ということで本日の、放送はこの辺りになります。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。はい、ということでここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。